おはようございます。皆さん、時刻は8時33分になっております。今日はここ、じゃん、阪急は曽根駅前にやってまいりました。今日は、おはようございます。今日どちらに行かれるもしかして見ていただいてるんですか。いつも見てます。ありがとうございます。曽根の前に見てます。昨日も最新にアップされてた岳山、岳山、ありがとうございます。えらい目にあったんですよ、ね、この次も編集中なんで、次はさらにね、はい、出てこないですね。ごくコメントの直接言いたくて、それを元気に行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。なんとまあ今日はここからですね、はい、飛行機のお腹見えスポット、ヘッポコさんが前紹介した、ね、そうなんですよ、はい、であそこの近辺にね、あ、それやったらここも教えてあげたかったっていうスポットがいろいろあるんですよ。、はい、ですので、また地元民ならではのね、そうなんですよ、はい、あ、どうてもそこ通行止めほんまね、言っといてあげたかったみたいなこと いろいろ思ったんで、次回いらっしゃるときはぜひ、来ていただきたいおすすめスポットを、我々目線で紹介していきたいと思っております。はい、はい、リュウジ監督、リュウジ監督からはどうですか、スタートに際して行ってみよう。駅からもう徒歩5、6分なんですよ、ここに豊島公園、はい、ここはですね、あの球場の周りがちょうど500メーターなんですね。ローズ球場ね。はい、ローズ球場、ここを60周して30キロ走とかで、ね、やってましたね。こうピッピーラップ取りながらね、朝4時に起きて、あ、朝4時、あれは15キロビルドアップ走とかね、4時半から出勤前に15キロね、やったりとかね、してた懐かしの公園なんです。こう四季折々に花がね、こう綺麗に植えてあってね、本当気持ちのいい公園。紹介します、我々の、はい、500メーター周回コース。ね、かわいいやろ。トラ。おい。トラって書いてる。ああ、トラ年やからね。これ毎年ね、変わるんよ、お正月前にね。うん、ああ、南国チック。あ、全体図あるよ、全体図ご紹介する。はいはいはい、ここが全体図になります。ここが豊中ローズ球場、ここをぐるっと回ると500メーター周回で、はい、でこれをちょっとここ大きめに取ると、700メーターの周回になるんですよ。でバラ園があるのでちょっと行ってみたいと思います。はい、じゃーん、これね、夏にはね、この噴水もね、稼働してね、夏だけな、噴水。確か夏場、5日月までとか書いてないけど、夏の暑い時に、あ、涼しげと思いながらこうぐるぐる走ってる。ちょっとあれやね、寂しいバラ園やね。いや、それはね、うちらがすごい豪華なの見すぎてんねん。これでもなんか10、うん、あそこの球場の周りにも這わせてあるからね、結構綺麗に咲いてるよ。ツツジもね、すごかったんですよ、この間までね。ここ全部ちょっと枯れちゃったけど、奥がつく。こっからでも飛行機は見えます。うん、そして目的地はあの鉄棒です。はい、
はい、成果を見せてください、純喜さん。おお、やりましたー。秘密兵器。じゃあ、タオルをね腰に巻いてると誰でもできるんですね。それがなくなると。タオルがなくなると。この引き付けの力が。さあ、おくわー。で、がね。よいしょ。ダメですか。もう1年後にもう一回。1年経ってもできませんでした。ちょっと見本を見せましょう。この人ね、還暦、今年還暦なのにすごいんですよ。行きますよ。はい。ほい。ほっ。ほっ。どうなんですか、皆さん、世の60歳はできるんですかね、こういうことが。誰でも。ちょっとびっくりやわ。でも二重跳びはね、2回ぐらいしかできひんねんで。ほっ。ちょっと生意気。ほっ。はい、カット。急電車です。宝塚線。このね、私この町に初めてね来た時ね、飛行機が飛んで電車が走って、すごい素敵な町やなと思ったんですよね。いろんな交通手段があって、でもこういう自然にも囲まれてて、服部緑地もここから 1.5 キロか2キロくらいかな。あ、ここからやったら2キロぐらい。2キロぐらいかな、うん、近場にあって本当にね素敵な町なんですよ。どこ出身ですかね。私広島県の三好市ってところ出身なんですけど。田舎。いや、もう1日 2,3 本ぐらいしかほんまに電車もなくて、もうねこれしょっちゅう電車通るやん。ほんまにすごいなと思って。そんなもんや。 この花とかもほんとすごいでしょ。癒される、はい、自分家の庭ぐらいに持ってます。豊島公園と書いて豊島公園と読みます。まだまだねこの近隣の魅力をこれからご紹介していきたいと思いますんで。はい、今度は空港の方に向かいます。ここ、はい、向かいます。はい、はい、豊中のマンホールです。マスコットキャラワニと、豊中市の花はバラです、はい、これマンホール。いや、豊中ならではじゃない、こんなにでかく見えるの。はい、阪神コースが見えてきました。はい、空港線です、はい、はい、千里川です。千里眼のところを右に入るとお腹見えスポットになります。いえ、来てます、来てます。見えますか。来てます。真下はね、もうちょっと先の方が真下から見えないけどね。はい、ただいまの時間は9時7分、はい、駅から3キロほどですね、はい、次のが来てます。見えますでしょうか、キラキラ。これ何を隠そうね、実は夜も綺麗なんよ、この滑走路 が、ね、すっごいライトアップされて、はいはいはい、私初めて夜来た時めっちゃ感動した、うん、言うてる間に近づいてきます。こんなに間近にお腹を見えるスポットってここぐらいちゃうかなと思う、うん。
ビリビリ感がうおーってなるよ、うおーってなるよ、石投げた当たるでぐらいの近さよね、ほんまに。はい、元の道に戻ってきました、はい、来ました。はい、はい、一旦引き上げます。はい、9時13分です。はい、一旦まっすぐ行きます。はい、あれゴミ処理施設なんですよ。はい、リュウイさんどうぞコメント。ゴミ処理施設です。伊丹市と豊中市合同のゴミ処理施設。おお、ちゃんと覚えてるやん、クリーンランド。はい、あのゴミを燃やす際のクリーンなエネルギーを利用して前はスポーツジムとかされてたんですけど、今はね、あのたまに日曜日にあの上の展望台が見学できたりとかするんですよ。我々前一回行ったんですけど、ゴミをこうね、ガッと掴む様子とか見えてね、機械でね、ゴミを処理するところを見学できます。そうそう、面白かったよね。はい、行く際はぜひ日程調べて。で、一番上が展望台になってて滑走路が丸見えです。あ、そうですね。豊中市伊丹市クリーンランド、はい、今スポーツ施設はもうないんですよ、建て替わってね、何年か前に。今ここです。ゴミ袋の丘です。これゴミ袋マスコットキャラね、ゴミ袋だからね、ゴミ袋、うまいこと言うよね。で、見学するときは見学者用玄関があってここ見学できますよ。で、今から向かいたいのがここです。クリーンランド広場、ボルダリング遊具、これが意外と楽しいんですよ、はい、健康遊具とかね。ここに今から向かってみたいと思います。お手洗いもあります。行きましょう。行ってみよう。おう、意外と長いですねこれ。そうなんよ、そうなんよ。しかもね、捕まってるとね、意外と高く感じるのよ、高度感あるのよ、これで、レベルがあります。そうなんですよ、こういう順番です。1、2、3、4、6段階。そう、裸足では登らない。緑が一番難しい。まずは、赤ぐらいでちゃんと、はい、まあ、赤ぐらいでね。では、行っていただきます、はい、赤っていうのはこの赤いところだけを使って進んでいきます。これね、意外と全身筋肉痛になんでね、赤レベル奮闘中です。はい、ここがゴールです。お、まもなくゴール、やりました。もう緑で決めてきたので当然マックス黄緑でしょう。いや、これは難しいです。お、頑張ってください。いやいやいや、手堅くいってどうするんで、けい言いながらやってくれそうです。緑マン、緑にチャレンジ。これな、あの掴むところがね、ちっちゃいのよ緑。あ、もう落ちそう。ね、次あんなとこやしね、結構むずい。飛び移れ。この振り子の原理が大事ですね、きっとね。うん。あ、そうそうそう。元気な還暦です。今年10月還暦を迎えます龍二選手、大健闘中。あ、ここですかね、難しいの。あ、ここ行きますね。あ、飛べ。じー、あ、ここかな、難しいのは。そうやね、あの手のグリップがね、妙にちっちゃいのこれ。さあ行けますでしょうか。次の足がかりはこれ、これですね。あー、しんどそう。前一回成功してたの見たんです。あ、今ズル、なんかちゃうの触った？大丈夫？あ、ここどこね。オッケーオッケー、頑張れ。そうやね、ここ前一回成功してんの見たんですけど、
若い女の子ぴょんぴょんやってたけどな。しかしこれを長くこのポジションで粘ってると今度は腕の筋肉がなくなっていくんですよやばい、落ちる寸前です。あー残念、リュウジ選手完走ならず。ブブー。9時から9時までです、ここは。はい、夜もね、実はね、すごく綺麗なんでね、お近くにお住まいの方はね、夜来られるのもいいんじゃないでしょうか。夜9時までです。はい、時間は9時40分です。はい、距離は 5.2 キロです。はい、まずは上から行ってみたいと思います。はい、ここはお手洗いです。あ、これ、ほら、マンホール、痛みになっております。かっこいいよね、これも。取っとこう。無料一日おってもただ空って広いなって思うよね、こうピュンピュン飛行機飛んでると。こっちはさつき山です。浮かぶとか地味に夜におすすめスポットです夜に朝来るとね、何って感じだけど、これ光るんよ、この星座みたいに。これが、ちょっとキラキラするね。キラキラさが、そうやね、あの埋め込んであるの分かるかな、星座みたいにずっとキラキラするね。うわ、ロマンチックと思いながらね、前を夜ランしてたんですよ。あ、ここもそうなんよ、ここも星座、衣装がね、すごい凝ってんのよ。夢があった。スターライトパス。初めて見たわ。そういうあれなんや。日中の太陽光を蓄え、暗がりで光を放つ。へえ、そうなんや。これらにソーラー LED を入れることで夜空へと続く幻想的な星空の光。そうやね。ほんまに幻想的でね、めっちゃ綺麗なのよこれ。一点さ。見つめたらあかんらしいわ。そうやね。たったこれだけの小道なんやけどね。これね、夜ね、機会があったらぜひ見てください。あ、可愛いと思うよ。こんなスペースもあったりするよね。はい、さっきまで上を通ってたんですが、ここで下に降りてきました。はい、でちょっとループして帰るような形に、はい、向こう側にね、したいと思います。ここにもバラ咲いてます。より飛行機が間近に見えるね。ちょうど向こう側が空港です。参りました。時刻は10時11分、距離は 7.1 キロ、はい、ここから、次は田能遺跡をご紹介したいと思います。はい、ただですこっちがさっきの、ボルダリングの公園のところ、お腹の見えるところです。はい、このところを右に入るとさっきの公園に行けます。で、これ復帰したんで、この道をもうすぐ、もうちょっとまっすぐ行くと右側に田能遺跡があります。はい、行ってみましょう。時刻は10時22分、距離は 8.2 キロ。ここはね、遺跡好きの人にはたまらん施設やと思うんですよね。ただです。田の遺跡、田のっていうんですか？なんかうーけしてあるんだこれ。うーけしてある。田のやと思ったとは、国の指定の史跡なんですよ。弥生時代の集落跡。はい、弥生時代からここにあんねんで、すごない？いやいや、持ってきたんかわからへんで。だってここ天ヶ崎市の東北だ。沖縄はここにあったよ、集落跡。何気にすごいんよ、この出土のね、内容も。
ここの資料館もね、はい、割としっかりした土器とか見れるんですけど、はい、まずはこっち。じゃん。こじんまりしてるけど何にもすごいね。下見て。純吉さんのお家を紹介します。なんでやねん。いや、保存状態がすごく良かったよね、これね。このね、木かんぼ。お墓やね。お家に、どうぞ、ようこそ。あ、どうぞ。いらっしゃいませ。円形平地式住居。3軒の住居跡が発掘されます。復元したんですね、これ。どうぞ、涼しいですよ。はい。お邪魔します。うちでもひんやり、わかるかな。ほら、上とかね、こんなとこに住んどったんかね。あ、電気ついたわ。温度計とかもあるよ。お墓の看板のクイズの答え、16度。なんかロマンを感じるよね。何のロマン。昔はこんな風にしてここで暮らしとったんかなーって、うん、何のロマンやってあんた。え、純吉邸でした。おい、お茶も出ませんでした。ほらまだまだあるよ。こんな時もある。りゅうちゃんちですね。ちょっとちっちゃいぞ俺のとこ。じゃあお邪魔します。方形縦穴住居。あ、なんか狭いぞ、ちょっと。さっきより狭いぞ。いろりもない。いろりないね。ここもひんやりしてるね。うん。お茶出せ、お茶。お茶もでか。こういうタイプのが多いらしいね。いろいろ説明書きもあります。興味ある方は中に資料館もあるんで、ああいうのも見学なさるといいんじゃないでしょうか、はい、あ、上が屋根が潰れてんな。あ、崩壊や。崩壊。ちょっとね、ここはね、前は入れたんですけどね。うん、高床式なんかな、これは、うん、あのネズミ大師とかあるやろ。あの中学校の教科書とかに載ってなかった。下からネズミが入ろうとした時にわーってひっくり返される。あの知らん。板出てる。知らん。ほら出てるやろ。あれネズミ返しっていうね。へー。裏で穀物保存しとくときにネズミにやられないようにっていう。ネズミ返しです。ここは入れなくて、はい、ちょっと老朽化が、はい、ですね。この3つですね。そうですね、はい。他の遺跡でした。他の遺跡でした。ほら、これレリーフも可愛いよね。はい、いよいよ稲川とのご対面です。はい、ご対面、はい、ほら、飛行機飛びまくってるから飛行機もすごいよね。これもすごくない。はい、こちら六甲山です。はい、稲川を渡ります。あの辺です、目的地は。あの辺です。ここはね、桜の時期にはあれずっと桜並木なのよ。菜の花の、あの菜の花まだあるね。黄色と桜のピンクで、ここすごく綺麗なんですよ、うん、四季折々のね、風情が楽しめます。稲川橋、路面も綺麗にしてあってね、走りやすくって、うん、お、ランニングコースかと思いつつ見るとやっぱりそうなんですよ。こんな感じ、池口ここですね、はい、これ農業公園。ここが素敵なんですよ。この勝負の時期も綺麗なんですけどね、うん、こう桜並木ぐるーっと回って、これは藻川ですね。そう、はい、藻川ですね、はい、ここ距離とか書いてあるんでね、中洲になってな。そうそう、はい、ただ信号がねなかったりするところもあるんで、ちょっと車には気をつけてねって感じのランニングコースになってます。 10.3 キロ、うん、一周、はい、走りやすいですよ、はい、夕方とか虫がめっちゃ飛ぶんでサングラスをおすすめします。小虫がわーってなるから。どうなんですかね、最近赤ツメクサとかもあんまないんちゃいます。これ白ツメクサなんですよ。これなんで白ツメクサっていうかご存知ですかね。
知りません。これはね、昔ランプとかを送るときに梱包するときに詰めてたんですよ、緩衝材の代わりに。だから白爪草、わかる意味？白いから白爪やろ。どうだろう、爪爪してたから。あ、クッション赤いのも詰めるんか。まあ、カツメ草っていうからそうなんかな。でも白爪草はそうやって聞いたことある、昔のその割れないようにするための。かわいいね。こっから入ります。ここの公園、私も一押し。いろんな四季折々の花が咲くんですけど、私的にはバラの季節が一番すごいと思う。ただです。えらいただ今日調子そんなに。こうすごいんやって、ちょっと有料でもええんちゃうかっていうぐらいの見事なバラやで。これ牡丹園とか梅林とか花菖蒲園とかあって、それぞれに綺麗なんですよ、うん、ここはね梅林なんですけどね、梅の季節にはすごい綺麗かな。よく梅の実取りに来てはんね。ねえ、こう棒でパコンと叩いてくる人がいるね、うんうん、見てきましたよ、チラチラっと。もう天国やで。こうネギですか？あ、もう勝負準備中です。これも咲くとすごいねんで、いろんな色のね、品種もいろいろあるのに。畑に侵入してみたいと思います。ネギちゃう。お、ちょっと咲いてる。これちょっちゃうから。咲くと本当綺麗なのよ、これ。カレン、カレン。はい、時刻は10時41分。距離は駅から、その駅から 9.4 キロ。やってまいりました。何でしょうか今の動きは。どうしました、わかるん？この人ね、なかなか花の匂いとかで全然わからへん人なんやけど、ちょっと感じるらしいです。これね、ちょっとどころじゃないんよ、もうバラの香りがすごい立ち込めてて、ものすごいいい匂いなのよ。この人でちょっとわかるって言ったらね、もうだいぶわかるんよ。わかるかな、どんな花やねん。いやもうね、何をわかる、この梅の匂いとか言っても全然わからへん人だよ。ちょっとわかるっていうことはもうものすごいのよ。一周はようわかる。もういろんな品種のね、もうすごい見事じゃない、これ手のひらぐらい。こんなに大きい花をね、家で咲かせようと思ったらね、絶対大変なのよ。虫もつくし、めっちゃ見事な手入れ。しかも毎年こんなに綺麗に咲くの、もうこれだけでもすごい。大根、三脚でね、三脚で撮影されてる方ね、たくさんいらっしゃるんですよ。今日なんかもう日の光がいっぱい浴びてるから、もうすごくない？不思議な色じゃない？ここの広場も何気にね、広々してて気持ちいいんですよ。この株とかはもう少しまた先なので、長く楽しめるんじゃないですかね。半端ねえ綺麗。これ藤棚です。大輪のバラ、あっちの方もあるよ。もうなんせ広いのよ、こっからこう見てるだけでもすごくない？めっちゃ気持ちよさそう。はい、一旦出てきました公園から、はい、尼崎農業公園でした。はい、ここの右側に小さな駐車場があります。あ、本当ですね。うん、来にくいんやな、車で。なんか方角もよう分からない。やってまいりました。時刻は10時58分、距離は 10.3 キロ。ここです。ちょっと小腹を満たすスポット、たこ焼き10個220円。はい、ここでちょっと軽食を取りたいと思います。たこ焼き系です。はい、
ソースとかは自分でかけるタイプになります、はい、やってます。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。10個入りを2パックください。2つ。中毒でお願いします。はい、強すぎて。わー、美味しそう。いいですか。はい、お願いします。 OK です。で、あ、上からやってるマヨネーズ。お願いします。マヨネーズお願いします。いいですかね。もうちょっと。いや、ちょっとセンスなかったですね。もうちょっとこんな感じですね。全体的にかけたいですね。はい。こんにちは。10個ください。はい。まあ、こんな感じでやっていきます。はい。店の外のベンチで、いただきたいと思います。トッピングがこんな感じで出来上がりました。美味しそう。これで220円です。それでは早速いただいてみたいと思います。はい、いただきます。はい、たこ焼きって感じ？もっちもっちな皮。あっこやや、これ、おいしい。あっつつ。これとたこ焼き、うん、自分でソースの加減とかできるのもいいね、うんうん、おしぼりもあります。はい、田舎に出てきました。さっきの遺跡輪のあたりです。はい、あそこやね。で、あの橋を渡って、あの緑のところが農業公園です。はい、たこ焼きさんはこっちです。おで、ぐるっと回ってここに出てきました。で、次なるスポットは、はい、ちょっとこれね、スペシャルスポットやで。これ、競馬好きな方にはたまらんスポットです。はい、はい、稲川沿いです、はい。あそこがクリーンランドの処理場です。ボルダリング公園で先ほどのあそこね、はい。で、川を挟んでこちら側にあると言ったのが、園田競馬場なんですけども、ここをね、夕方ね、走るとね、ちょうど競馬場の裏に当たるんですよ、これ。地味に私の超絶おすすめスポットはここです。ここね、レースやってる時もう馬の息遣いとかジョッキーの話し声が聞こえてくるぐらいの臨場感。どこ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 、このカーブのコーナーのとこ、コーナーのとこで走り終わったら、あ、今日はやられたなみたいなのがね、もうあの客席で見るよりも近く感じるよ。すごいんですよ。もう馬ってかっこいいよ、もう感じの躍動感、うん、必死で走ってるからね。そうだけど、はい、この河川敷から見えます。で、虫除けは必携です。顔出します。おお、お前かわいい。厩舎です。こんなね、のんびりした顔してるけどね、走るときはかっこよく走るんやで。はい、橋に戻ってきました。稲川橋です。はい、これを戻って、はい、次はデザートです。はい、はい、これちょっと外されへんよ。あるんですかね、こんなとこに。交互期待。はい、同じ道でもさっきは下で、今回は上みたいな感じだとね、向きが違うとまた新鮮よね。そうね。川沿いは気持ちいいね。右側がさっきの競馬場です。この大地区をここ入ると、あのスカイランド、スカイパークになります。はい、はい、千里川。
これが行けたらね、あの飛行機のお腹のところすぐ行けんねんね。そうなんよね、これちょっと今通られへんね、うん、いろいろ改修工事だ。あそこがマダムシンコの工場です。はい、ミノーにね、あるバームクーヘンのお店なんですけどね、それの工場です。やっぱりここなんよ。目印はこのアンパンマンです。ここはね、不思議でしょ、後ろの加藤工業さんっていう機械が、あのチョコレートを製作する会社の機械を受注されたんですよ。その時にたくさんこう研究されたんですね、チョコレートを作るための機械ので、その時に機械を納品した後、このノウハウを生かしてお客さんに美味しいチョコレートを提供したいと思われて、で工場の一角にこのおしゃれなチョコレートブランチという販売所を、あ、危ない、作られたんですよ、加藤工業さん。ここすん、もう結構年数経ったけどね、まあ、ここす10年以内よ、加藤工業さんの敷地の一角にできたこのチョコレートブランチ。駐車場もないんで、ちょっとね、なかなか来にくいんですけど、よく車横付けされてます。ここでこのベルギーチョコソフトを今日はいただきたいと思っております。それでは行きましょう。ソフトクリームのプレーンのコーンでいい？コーンを2つお願いします。はい、動画撮っても大丈夫ですか？あ、どうぞ。ありがとうございます。ソフトクリーム、これ500円なんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。ちょっとお行儀悪いんですが、歩きながらいただきたいと思います。いただきます。めっちゃ濃厚、もうチョコレート食べてるみたい、大変美味しいです。はい、新手島川新水緑道でした。はい、ここ古き良き懐かしい雰囲気が、ね、漂う、ね、道なんですよ。ここを入って南下、南ですね、向かいたいと思います。新手島川、お散歩にぴったりなコースですよね。これはね、下水を高度に処理してある水なんですよ。こうやって魚が泳いだりもできる綺麗な水に生まれ変わっております。この先にホタルの夕べの場所があります。ここです、ここです。この
奥ね。これでね、うん、ここで飼育されてて、うん、で、あそこが入り口になるんよ。仮設トイレとかも出てね。うん、入り口いいっす。こっちやで。こっちが出口になる。出口かな。うんうん。知らんかったわ。そうなんよ、蛍がね、あそこでね、うん、飼育されてて、うん、ここがね、6月の初旬の2、3日だけ公開されるんですよ、うん、私ここで生まれて初めて蛍っていう生き物を見て、うん、なんて綺麗な光なんやろうと思って感激したんですよ、うん、田舎育ちやけど蛍見たことなかったんで、ここで生まれて初めて蛍を見ました。ここに来れば確実に、その指定された日には蛍を見ることができます。はい、はい、それではゴールの蘇生駅に向かっていきたいと思います。時刻は12時22分、3時間50分ほど、いっぱい歩きましたね。 16.2 キロの旅でした。いろいろね、見どころをご紹介したんですが、オリジナルで行きたいところをカスタマイズしてコースを組まれてはいかがでしょうか。どうでしたかね、リュウジ監督は。歩くのが大変な人は、ここに自転車がある、レンタサイクルがあるんで、これを使って今のコースを行ってもいいかと思います。はい、はい、それでは皆さん、また元気でお会いしましょう。はい、またね。